中に閉じ込められた男、宇宙彼方の暗闇から出ておいで。吹きさぶ風に乗って早く、さあ顔を見せるのです。何をお聞きになりたいのですか？されば魔法の鏡よ、この世で最高に美しい女は？花を摘む若い娘の姿が見えます。その可憐な美しさ、素晴らしい。何を申すか？そしてその名前は？唇は赤いバラ、髪は黒々と輝き、肌は雪の白さです。白雪姫。この世を見通す鏡の噂を聞いてきたが、あれのことか？なんとまばゆい、その娘の心は光に満ちております。光の心？まさかマスターゼアノートがここにも。は、何者だ？俺はテラ、人探しをしている。マスターゼアノートという名に心当たりはないだろうか？そのような名前聞いたこともない。待って、そうだな、私の頼みを聞いてくれればこの鏡にゼアノートとやらの行方を聞いてやろう。鏡にわかるのか？私が嘘をつくとでも言うのか？頼みを聞こう。白雪姫という娘を亡き者にするのだ。うまくいったらその証拠にあの子の心臓を奪い、私のところに持ち帰りなさい。この箱で。心臓？心のことなのか？お前も光の心を集めているのか？人の心などと移ろいやすいものに興味はない。なぜ白雪姫を狙う？お前が知る必要はない。しかしこれだけは言っておこう、光は私だけで十分だ。白雪姫はどこにいる？鏡が花を摘んでいると言っておった。城を出た先にある花畑のことであろう。光の心、ともかく白雪姫に会ってみよう。マスターゼアノートの手がかりがつかめるかもしれない。俺はまた、いや、もう大丈夫だ。